どうもこんにちは、本田です。それでは今日から三角比を学んでいくんだけど、その前に中学校の復習をしよう。中学校の時に相似ってやったよね。相似な図形っていうのは形が同じ図形のことだった。そして例えばこの2つの三角形が相似だとすると、こいつらを構成している3つの辺の長さの比率は同じになったよね。例えばこいつを作っている辺の長さがそれぞれ9、8、6だとすると、こいつの辺の長さはわからないんだけど、辺の長さの比率は9、8、6になったよね。三角形の形が決まれば辺の長さの比率は決まるわけだ。そしたらここに角度 x を持つ直角三角形が2個あるんだけど、こいつの辺の長さがそれぞれ3、4、5だとしたら、こいつの辺の長さの比率はどうなるかな。これは2つの三角形が相似だから3対4対5になるよね。で、直角三角形って当たり前だけど直角を持っているから、もう一個の角度さえ決まっちゃえば形が決まるよね。形が決まるということは3つの辺の長さの比率も決まるわけだ。で、この角度 x を持つ直角三角形の辺の長さの比率を説明する上で、今から新しい関数を紹介するぜ。一つ目は、sin x。sin x っていうのは、角度 x を持つ直角三角形の斜辺の長さ分の縦の長さのことなんだ。sin によって、直角三角形の斜辺と縦の長さの比を表すことができるんだ。例えば、角度 x を持つ直角三角形をどんなに大きく書いても、どんなに小さく書いても、斜辺の長さ分の縦の長さは同じになるよね。辺の長さの比は分数の形にすることによって表すことができるんだ。二つ目は、コサイン x。コサイン x っていうのは、角度 x を持つ直角三角形の斜辺の長さ分の横の長さのことなんだ。コサインによって直角三角形の斜辺と横の長さの比率を表すことができるよね。3つ目は、タンジェント x。タンジェント x っていうのは、角度 x を持つ直角三角形の横の長さ分の縦の長さのことなんだ。タンジェントによって横と縦の長さの比率を表すことができるわけだ。この3つを合わせて三角比って言うんだけど、サインとコサインとタンジェントってどの辺がどう対応してるのかごちゃごちゃになりそうだよね。で、これは有名な覚え方があるからそれを紹介するね。サイン、コサイン、タンジェントの頭文字の引き体を書いて覚える。どういうことかというと、サインの頭文字 S は引き体で書くとこういう風になる。だから注目している角に合わせて5分の3、5分の3、これで覚えられる。コサインの頭文字 C は引き体で書くとこうなるから、注目している角に合わせて5分の4、5分の4、これで覚えられる。タンジェントの頭文字 T は引き体で書くとこうなるから、注目している角に合わせて4分の3、4分の3、ちょっと強引だけどこれで覚えられる。この頭文字の引き体を書いて覚える方法で覚えやすかったら覚えよう。じゃあ次は具体的な角で三角比を求めてみよう。今ここに3つの直角三角形があるんだけど、こいつら見覚えあるよね。そう、三角定規くんだよね。今から
30度と45度と60度の三角比を求めていこう。まずは30度、こいつの辺の比は1対2対ルート3になるから、サイン30度は2分の1、コサイン30度は2分のルート3、タンジェント30度はルート3分の1になるよね。次は45度、こいつの辺の比は1対1対ルート2になるから、サイン45度はルート2分の1、コサイン45度はルート2分の1、タンジェント45度は1分の1になるよね。最後60度、こいつはさっきやった30度の直角三角形と同じ形だから、辺の比率は1対2対ルート3になるよね。ということで、サイン60度は2分のルート3、コサイン60度は2分の1、タンジェント60度は1分のルート3、こうなるよね。で、三角比は、この辺の比率がわかる有名な角度さえ覚えてくれれば OK なんだ。厳密に言うと、もうちょっと覚えてもらわなくちゃいけないところが出てくるんだけど、それさえ覚えれば受験の三角比は対応できる。公式を使ってこの角度を運用すれば、他の角度については計算で求めることができるんだ。だから逆にこの有名な角度の三角比は聞かれたら一瞬で答えられるように覚えてしまおう。ただ初めは覚えるの辛いと思うから、困ったらこの直角三角形を書いて今みたいに導き出してくれてもいいよ。今日の動画の内容をまとめると、ここの角度の大きさをギリシャ文字のシータを使って表すと、角度シータを持っている直角三角形の3つの辺の比率を3つの方法で表すことができる。1つ目が斜辺分の縦の長さのサインシータ。2つ目が斜辺分の横の長さのコサインシータ。3つ目が横分の縦の長さのタンジェントシータ。この3つを合わせて三角比という。そして30度、45度、60度の角度を持つ直角三角形の3つの辺の比率は分かっているから、30度、45度、60度の三角比は導くことができる。これを覚えよう。で、さっきは書かなかったんだけど、シータっていうのは直角三角形の一つの角度だから、シータは0度より大きく90度より小さい角度を取るよね。で、最後に三角比とはあんまり関係ないんだけど、三角形 ABC を書く上で A の向かい側の辺をスモール A、 B の向かい側の辺をスモール B、 C の向かい側の辺をスモール C で表すことが暗黙の了解になっているから、これも知っておこう。復習動画では有名角の三角比を聞くので答えられるようにしておこう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。